さん久しぶりになります。生の監督トークショー、早速監督をお呼びしたいと思います。皆さん大きな拍手でお迎えください。さあそれではお呼びします。 TGL チームウェイズスポーツバンド、坂東正孝監督。ちょっとね、あの遅刻気味なんですよね。やっぱり予選が遅かったかな。あ、ジュイさん、オッケー、ジュイさん。芥川純一監督。え、どこ行ったんですか。ちょっと相談があるんだけど、ちょっと早く話し合いきましょう、行きましょう。監督、特集今日やらなくていいよ。いやいや、やりましょうよ、やりましょうよ、もう来てしまった。うるさいやつが約1名。2年連続です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、私たちこそありがとうございますですよ。もう熱気とね。さあ、の3人が予選ごめんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。見て、あの向こうの2人、フルティーの女の子が気遣いながら拍手してはるわ。まや、坂東の成績どうでもええって。そこのエンジニアはもっとうちの社員だ。身内じゃないですか。あ、そうです。ほとんど身内みたいなもんですよ。山下がいて、坪井がいて、まあまあそうですよね、そうですよね。はい、ですね、お客さんがたくさんいてる中に、監督と後ろ帰ってまいりましたですね。本当にお帰りなさい、もう本当にお待たせいたしました。ね、この、なんか、ほんわかしたまま終わりましょうか、じゃあ今回。いやいやいや、まずは前回の、はいはいはい、ウィナー。あ、そうですね、前回のウィナー、そうですね。ポール・トゥイ、おめでとうございました、高木監督。はい、開幕戦。そのチームの感じもすごい良かったんですか。まあ、とはいえその予選のまんまスルッと勝ったレースではなかったじゃないですか。やっぱりバトルもありましたし、山下健太君のレース、はい、あと落ち込んでて、でなんで今一僕のせいでなんかぶつかっちゃったんで最後。はい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 。あ、なんか引きずってます。あらあら、え、今も引きずってるんですか。結構長い引きずりですよね。その辺じゃあ高木監督は何か声かけられたんですか。ドンマイとか追い込んでますよ。おいおー、スパルタ。脇坂監督、こういう時どうするんですか。優勝したらよう喋るな。よう喋りますね、ほんまに。ね、のの相変わらずでも36号車の監督は一言も喋らないんですか。あ、もう少し前の方に行ったらあのよく喋れるようになるんで。ああ、そうですか。喋れるように頑張ります。ああ、ぜひぜひぜひ。でもあの昨日9番良かったですね。はい、開幕戦の岡山も、この富士も、9番はポールでした。嬉しそう。いや、でもやっぱ嬉しい顔するんですね、そういう感じになるとね。ありがとう。なんかちょっと僕の喋れるようななんかこう内容を送っていただきました。優しいね、ジュイさんの優しさですよ、本当にね、ジュイさん。いや、なんか重たそうですよ。重たそうですか。重たそうですか。ジュイさんの話はどうしましょう。僕はですね、はい、ポールポジションで喜んでますけど、はい、予選いました、いました、いましたよ、いました、いましたよ、いました。サードが Q2 にいたら今頃も2番手で僕がこうやってるところですよ。タラレバを言ったらレースはないんですよ、皆さん。え、昨日知ってます、うち何あったか。感動教えてください。ね、はい、中山雄一パーンアタックしてセクター1全体ベストですよ。おで、セクター2もまあね、ケージはちょっと遅れましたですけど、セクター2の途中で前の車に追いつきまして、おいや、それなかったらもう中山雄一多分僕はトップやったと思ってるんですよ。だから速すぎてね、前の車に追いついたんですよ。何号車、え、何号車に追いついたんですか。それは何号車の方のその追いつかれた方の立場もあるから、そこはちょっと伏せさせてもらう。皆さんクイズで言っていい、19号車やあなたですよ。あんたのところ気づいてない。あなた前ばっかししか見てないからわからないけど、19号車に追いつきすぎて、もう中山うち言ってたもん、19号車が遅すぎる言うて。それ聞いたことある。スバルの皆さん、
それちょっと聞いたことあるね、高木監督。そうですか。あ、前に追いつきそう。今話聞いてなかったでしょ。いやだからね、はいはい、まあ、予選は残念でしたけどスピードはありますのでね、はい、ね、ちょっと知ってますか。何ですか。その枠の中にあの西子の応援団とか入ったらあかんですよ。いいですよ、いいですよ、いいですよ。ジュールとかあかん。あ、本当だ。あの、ネガワクは全ても禁止でお願いしたい。めっちゃ赤多いね。赤多い。あれわざとでしょ、赤着てくんの。ちょっといじられたいからでしょ、絶対。お嬢ちゃん、ARTOK やから。おちゃんから ART スタートしたりしてしないやろ。まあその昔話だと。いやいやいや、ほんとそうですね、ほんとそうですね。ちょっと次、はい、ゲート作っていただいて、はい、ああいう方々が通るときはピーっていう。いや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 、しません、しません、ようこそお越しくださいました。でもあれですね、監督ジョークショー減ってたらやっぱりブランドの服の方々が少なくなってません？そんなことないですよ、ウエッツのブースそこにありますから。はい、ある割に。そうです、そうです。いやでも今回ほら、はいはい、ね、去年はリトモでポール取って、はい、今年はセナで。そうですよ、素晴らしかったです、ね、で去年は、はいはいはい、リトモのタイムにびっくりして、うん、ガッツポーズもできなかったですよ、はい、今回はセナ行くなと思って、はい、期待した通り行ってくれたんで、はいはいはい、でもね、なんでポール取れたのかなっていろいろ考えたんですけど、はいはい、そしたら先週鈴鹿でテストがあったんですよ、はい、その新幹線の乗ってる最中に実は僕神様に会いました。あのね、新幹線に乗ってグリーン車だったんですけど、僕の席確か11の B とかだったんですよ、ね、ほんでそこに行ったら人が座ってんですよ。で、あ、すいません、これ僕の席ですって言って、そしたらその人どうしたと思います？どうしたんですか？いや、想像もつかないですね。想像もつかないですね。いや、そしたらですよ、普通、あ、すいません、間違えました、号車間違えましたとか見るじゃないですか、そしたらそのグリーン車2つのやつの窓側に座ったんですよ、その人。だから僕その人多分 A なんですけど、 A って確認できずに、はいはい、すっごい大きい人で、で僕 B ってところに座って、グリーン車なのになんか満席みたいになってこの人誰なんだろうと思ってて、あと5分くらいかかります。はい、すいません、はい、っていう話です。何やろ、神様どこ行って、その人が神様だったんですか？多分神様今のクオリティはあの近所のおばはんの話より悪いから。いや座ってるからね、座ってるからね。完璧だと違う、違うんですよ。なんかお前監督特賞で初めて椅子を利用した監督になるぞ、お前それ。ほんまに座った、座った、初めて座った。いや、芸人の時から自由ですから。そうですね、そうですね、はい、トラちゃん。いやでもやっぱ、はい、何かがあって、はい、でも今回ほらうちもね、はいはい、チーフメーカー変えたりエンジニア変えたりとか、そうですね、はい、改革した中でこう2戦目でポールとかね、はい、非常に満足してます。いやいや、今ので神とか好きそうだった。メカニックとかな、はい、いろんな体制面とかで、はい、改善をどんどんやってきてチームをね改革してのポール役割しましょう。だってすぐドライバーいなくなっちゃうんですよ、知ってますと、なんでですかね。いやでも最近はそれがもうステータスとして嬉しく思ってます。おこのドライバーをもっと輩出しよう。いやでもね、昨日19号車のお二人が実はトークショーに出てくれたんですね、はい、坂口選手のおかげで、はい、国本選手のトークが上手くなってる。やっぱりね、坂口選手が国本選手をめちゃめちゃバカにしてるんですよちょっと本人うすうす気づいてます。気づいてるでしょ、はい、気づいてます。だいたいうちのテントとかいるときも、いやスーパーフォーミュラでさすが6位ですもんね、国本さん。国本さんの前で、あれ国本？ちょっと待って、はいどうぞ。ちょっといや、ですね、スーパーフォーミュラ知ってますとか、トヨタの歴代ドライバーって今誰も出てないんですよとかで、国本チャンピオンのこと忘れてるんですよで、めちゃめちゃセナが煽るんですよちょっとすごいですね。で国本もあんまり気づいてないみたいで、あ、こんな可愛い顔して、はい、まあ、でも本人なんか一応気づいてました。気づいてました。すごいいじられるんですよって言ってました。喜んでました。ちょっと喜んでました。ああ、喜んでる分にはね、国本初めての関口以来の友達ができたみたいな今までやっぱいなかったんですよ、友達が。なるほどね。ちょっとほら違うでしょ、今年ちょっと違うんですよ。そうそう、すごい楽しそう、めちゃくちゃ楽しそう、すごいいい感じでした。だってオフィシャルパンフレットに載ってる、はい、坂口の写真なんてスーパーのおばちゃんみたいな顔してますそんなことないです、そんなことないです。ほんと皆さん見てください、どんなそんなことないです、イケメンです。はい、残り10分ね、カンペが出てしまいましたね。はい、というわけでですね、キッズインタビュー行きたいと思います。そろそろね、坂口監督が寝そうなので、はい、キッズインタビュー行きたいと思います。皆さんびっくりしたから監督好きなことはやりすぎやって思ったら、すいません、すいません、もうこんなもんじゃないですよ、すいません。スバルファンの人もたくさんいますね。あ、どうもスバルファンの皆さん。スバルファンをね、ほら61って反対にすると19なんですよ、知ってました？
ごめんなさいね、全てを自分の中心に持っていきたい人なんですよ。はい、ごめんね、お待たせしました、はい、じゃあお名前からどうぞ。坂東正隆です。ちょっと聞いてね、やめなさい。大人びた声やなと思いました。ごめんね、本当に。お名前どうぞ。坂東ケイタです。ケイタ君、はい、ありがとうございます。ケイタ君、じゃあ質問お願いします。脇坂さんの年収はいくらですか。それいくらですか。500円。500円なんやね、頑張ってるね。はい、どうぞ。なんでそのデザインを変えたんですか。あ、じゃあこれは高木監督に行きましょう。なんでエネオスのデザイン変えたんですか。わかんないです。からんのかい。ちゃんと子供のこと答えてくださいよ。ちゃんとして。一番気になってんですから今日。大人の質問適当で言えば100譲って、子供の質問ちゃんとしようよ。全然わかんない。毎年変わりますよね。そこまで言うってさらに毎年変わるのね。毎年一応デザインも変えてますよね。そうですよね。前とも毎年。いや、前と違います。まあ、エネオスの話なんです。なんかでも変えましたよね、ルーキーのパターンチェック。そうそうそう、あれなんでチェックになったんですか。分かんない。ケイタ君ごめんね、監督わかんないって。いい、許せる、許してくれる。かっこいい、今年のエネオス。かっこいい。あ、かっこいい、ありがとうございます。あの、応援をしてくれてるということなので。帽子古い方なんで、これ新しい方。あー、すごい、素晴らしい。ボンクマンになっちゃったじゃない。ありがとうって。ありがとうございます。じゃあ、これは500円あげて。ちょっとその古い方の帽子、お茶にちょうだい。なんでやねん、やめて、やめて。子供からもらうのやめなさい。もうすいません、本当に。ねえ、もう奥のお金稼いでるのに。言ってみろ。今の一瞬でも高木虎之介、あいつなんやって思ってたファンの方々が今みんな、お、虎ちゃんすげえって。あの中島プランニング、ピアノの頃以来の尊敬の眼差しで見られてる。ただ髪の毛がペタッとし始めました。今のうちシャッターチャンスですね。あの頃の高木虎之介と平手浩平だけは帽子取った後のペチャッと映されると怒るからね。そうですね、そうですね。昨日平手選手も一生懸命直してましたね。よかったね。よかったね。しかも本人が被ってたやつ、うん、ああ、メルカリで売ったら5,000円ぐらい。いや、売らないよね。後でそこでスタッフさんがハブリーズくれるから知っちゃった。なんてこと言うんですか。はい、続きます。はい、続いての方お願いします。はい、中根圭です。圭君、はい、じゃあ圭君は質問は何ですか。好きな車は何の車ですか。はい、好きな車は何の車ですか。まあ、36だろ。好きなコーナーね。コーナー、コーナー、あ、ごめん、ごめん。好きなコーナーは、私の耳がおかしい。さっき言った感じね、どのコーナーが。じゃあ、36号車の帽子かぶってるから、伊藤監督お願いします。好きなコーナー、うん、どこやろ。ないんかい。じゃあ、伊藤監督が好きなコーナーってことでしょ。そうです、そうです。僕の好きなコーナーでいいの。いいのか。 4G コーナーとかダメですよ。笑ってしまった。富田選手、富田選手。笑ってしまいました、すいません。やっぱね、ここは 100R、 100R が速いでしょ、スピード。見た ?100R。 あそこスピード速いから好きなのじゃん。ぼーっとしてる。2点って言ったね。2点だって。え、じゃあ陳一さんにはどういう答えします。監督読書のこの本なんですけど、はい、お、素晴らしい。監督見た。あの辺の集団が拍手してないんだよ。いや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 、してくれてます、してくれてます。拍手の強要はしないでください。ありがとうございます。はい、残り5分、はい、すいません、はい、そしたらあの ART の彼女、あ、ありがとうございました。ケイ君、ありがとうね。ケイ君、はい、鈴木美和です。美和ちゃん、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 はい、ありがとうございます。質問どうぞ。好きな色は何ですか。あ、好きな色は何ですか。まあ、ART の帽子かぶってるから11歳いきましょうか。オレンジ。あー、オレンジ。そうなの。オレンジなんか一個も着てないだろ。朝もほんまに嘘つくんじゃないよ。朝もオレンジ。嘘つくな。オレンジ。あっちだろ、エネオスだろ、オレンジは。うちも、うちも、うちもエネオス。うちもオレンジやね。ほんまや。ごめん、ちょっと最近見えてなかったから。ちょっとやめなさい。あ、おちゃんオレンジです。あ、おじさんは。え、何色好きですか。青。
あ、音だけない。え、ダメなの？ダメなの？伊藤監督は？何色？オレンジ。オレンジ。オレンジ。高井監督は？ブラック。さすが。ね、自分の心の中を覗いたんだと思いますよ。はい。ありがとう。はい、ありがとうございました。はい、それでは続いての企画お願いします。お名前言えますか？下田ひろとくんです。ひろとくん、ありがとうございます。質問は何ですか？どうやったらレイさんになれますか？そんなね、声変えてた。冬の監督特賞も後ろで天の声にさすぞ。車なんですか？え？車乗ってる車なんですか？あ、何の車乗ってますか？じゃあこれは坂東監督にお願いしましょうか、ね、はい。 GR スープラ。お、知ってる？スープラ知ってる？知ってるね。持ってます。ほら、ありがとう。ありがとうございます。持ってるんだ。スープラ好き？今日ボールポジションだったんで19号車を応援いたします。そうですか、応援してください。言ってましたね、言ってました、言ってました。応援してるよね。あんまりみたいです。あんまりみたいですね。でもウレッツのね、旗も応援してるんだって。持たされた感がありますけどね。そんなことない、そんなことないよね。僕がお父さんのお母さんの方がちょっと強かったんですよね、多分ね、派閥がね。はい、ありがとうございました。はい、どうも。はい、続いてのキッズお願いします。篠原陽翔です。陽翔くん、ありがとうございます。質問どうぞ。どういう車が好きなんですか？どういう車が好きなんですか？どうしましょう、伊藤監督。どういう車得意ですから、こういう質問。そうです。いやいや、かっこいい車が好きだよね。ざっくりしてるな。あとはボールポジション取った車が好きです。ごめんね、全部自分のところ持っていかない、ね、大体分かったね。今日は持っていかしてあげて。あの1年に1回しかないから。去年2回ポール取ってるって。そんなことないよ。あのレースはな、結果やねんで。予選15位が何言ってんの？予選はレースの順番を決める。14位です。すごい。だって違う、トラちゃんが15位だからいじってる。14位です。朝一番最初に11位、15位だからいじってあげてって俺に。めちゃくちゃ嬉しそうに言うとるやつ。今日は15位だから11位攻撃してって言われた。ああ、初めて喋った。あのね、あなたはあなた塾やけど、高木虎之助は11塾で怒ってる。そうでしょ。でも15位って言った。喜んでくれてる。あれ頑張れって、トラちゃんなりの俺のね、エールなんですよ。そうなんですか。はい、それで合ってますか、高木監督？どうでもいいです。あっさり。照れ隠し。照れ隠しかな、やっぱりね。可愛いな、トラちゃん。ちなみにどういう車が好きですか？高木監督、どういう車が好きですか？あの車高がベタベタで。お、あの22インチぐらい入ったの。お、かっこいいです。おお、意外と攻めた感じの。乗用車の話。レーシングカーの話ですか、今の。今のはレーシングカーの話ですかね。レーシングカー。乗用車であれば、あ、乗用車がそれでしょ。乗用車のレースの話。レーシングカー。普通に乗る車の話。バンドさんで、速いあの車がいいですね。今日。嬉しそうな顔して。あとで500円。さっきからね、500円が事故になってるみたいですけどね。はい。じゃあ、チッさんにも聞こうかな。どんな車が好きですか？僕は速い車好きですよ。レーシングドライバーはね、やっぱり自分が速く走れる車が好きなんでね。やっぱりファンの方々って色とかね、そういうカラーリングを気にするけど、レーシングドライバーは色、カラーリングよりも何よりも自分の思い通りに動く速い車がね、好きなんですよね。走りたい曲、だからちょっと今あの予選だけはバンドの車がね、珍しい。2年連続だからかっこよく見えました。走りたい曲、決勝は大丈夫です。そう、負けんなよ今日はね。ガツンといきますよね。いやでもね、俺可能性あると思ってる。おお、頑張ってもらいましょう。なんかね、はい、バンドが輝くときはなんかね、腹立つ自分と嬉しい自分と。あ、そうですよね。まあやっぱりライバルであり、まあそのホーユーであるという。まあでも本当にだって元19号車のドライバー全頭以外だって全員いますからね。そうですね。逆に複雑な気持ちなんですよ。そ
東北、うん、どこも応援したいみたいな気持ちになっちゃうわけだよね。いやいや、なんか気になる、タイムが気になる。ああ、気になる。誰が9番なのかなと。まあ、ちなみにどこがライバルになると思ってらっしゃいます？監督だけで言ったら絶対サードには負けたくない。監督だけで言ったらね。だけど、やっぱ第二スティントかな。ダーコー、第二スティントで状況を動いてる。第2スティント一撃宣言。だからスタートはね、セナ君ですよ。あ、セナ君スタートで。だから姿やれじっていう、あの往年のスタート。できる？できる？え、まだ決めてない。だからそこはアレジにしないと、セナ対アレジならない。聞きたい、聞きたい。セナ対アレジ対トラガーみたいな感じ。ああ、トラガー、トラも。トラのところはマンセルにしよう。誰よ？どっちよ？どっちよ？大島。スタートどっちですか？大島選手？いや、マイクを持て。今ちょっと目で喋りましたけどね。まだ決まってないから言わないで。あ、じゃあ大島選手を、はい、まずということで。早かった、早かったね。前半大島で早かったからね。大島マンセル和也でいきましょう、今日はね。ハッシュタグお願いします。ハッシュタグお願いします。はい、というわけでですね、実は時間が大幅に過ぎております。はい。はい、というわけでですね、はい、というわけで車、その感じでよかったかな。はい、ありがとうございます。ごめんなさいね、本当にグダグダになってしまって。はい、というわけでですね、まあ、以上をもちまして監督特集終了とさせていただきたいんですが、本当にゴールデンウィークね、たくさんのお客様来てくださいました。皆さんぜひですね、一言ずつ頂戴して特集を締めたいと思います。それでは、高木監督からいきましょうか。今日なんですか。はい、今日のです。今日以外にあるんですか、ね、今日何か。今日はね、長い450キロなんで、はい、普段と違ってドライバーが3回あるんでね、こちらを閉まって、現在で残り60周ぐらい走らせる予定なんで、はい、なんとか、上位に行くコンビニだと思います。頑張ります。はい、ちょっとね、重くなってきましたけど、ぜひ頑張ってください。最強監督、はい、2回ピットありますんでね、いろいろチームによってこう戦略が分かれたりとか、見てる方としてもかなり楽しいレースになるんじゃないかなと思いますんで、その中、8番グリッドからですね、着実にこう追い上げて、最終的には1番になるように頑張りますんで、最後まで応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうぞ監督。今日はですね、ポールポジションスタート、はい、坂口選手スタートで行って、なんとかですね、今横浜ワンツーですから、そうです、今日はですね、横浜タイヤとともにですね、このままの順位でゴールしたいと思います。皆さんぜひ19号車応援よろしくお願いします。頑張ってください。松田監督お願いします。はい、サードですね、今もう本当にいろいろですね、改革しながら我々ね、一つずつ強くなっている最中でございます。昨日の予選もね、まあ不運言ったら不運なんですけれども、分かりやすく不運って言ってるんですけど、まあ、不運じゃなくそれも実力だと、それをですね、糧に一つ一つ強くなってですね、今日のレースも最後からの追い上げになるんですけど、その一つ一つがですね、自分たちの次のレースにつながるように精一杯やっていきたいなと。スーパー GT ね、スプリントレースじゃなくね、メカニックとかリミット作業も2回あるんですね。この2回の作業をですね、どういうふうにやるかという、いわゆるスーパー GT の総合力、我々でいうところの全員野球でですね、唯一とですね、唯一トップまでね、押し上げたいと思うし、それができたとしてもできなかったとしても、そのプロセスをですね、皆さんに楽しんでいただけるような、そんなレースにしたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いしたいなと思います。はい、ありがとうございました。今日もね、決勝ぜひ頑張っていただきたいと思います。改めて、脇坂純一監督、坂東正孝監督、伊藤大輔監督、そして高木虎之介監督でした。ありがとうございました。はい、というわけでほとんど使ってなかったですはい、というわけでですね、久しぶりの監督特集をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。いや、本当にですね、こうやってこうまったりとお話ししながらですね、キッズの皆さんもナイス質問でした。ありがとうございました。よかったね、なんかいろんなサプライズありましたけれども、皆さんぜひですね、監督のチームだけではなく TGR 全体を応援していただけたらというふうに思います。この後はドライバートークショーを行ってまいりますが、エリア内の観覧エリアはですね、すでにお客様決定しておりますので、こちらご了承いただきたいと思います。そしてご観覧いただきました皆様、本当に長い間お待ちいただきましてありがとうございました。引き続きトヨタガツーレーシングに熱い応援をお願いしたいと思います。以上をもちまして監督トークショー終了とさせていただきます。ご観覧いただきました。